本日再審開始決定が出された袴田事件についてです。つい先ほど会見を終えました袴田巌さんの姉秀子さんと弁護団の事務局長である小川秀夫弁護士と中継がつながっています。松下さん、お願いします。東京都千代田区の弁護士会館です。秀子さん、小川弁護士、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは秀子さんに伺いたいんですが、決定を受けて涙があり笑顔があり嬉しいという言葉を連呼されていましたが、どんなお気持ちだったんでしょうか。はい、大変嬉しい。もう自然に涙が出ました。泣くまいと思ってましたけどね、嬉し涙がね、こぼれました。本当にありがとうございます。弟さんには今後伝えるんでしょうか。いや、まだね、付き添いの人には伝えたんですがね、本人には直接伝えようと思って、明日帰ったら細かく説明するようつもりでございます。はい、嬉し涙の裏にはこれまで長い間戦ってこられた大変なこといっぱいあったかと思いますが、そうですね、どんなものが支えになっていたんですか。いや、56年戦っておりますから、57年ですか、戦っておりますからね。第一審の時にはさっきも言ったけど、本当にね、棄却された時にはね、もうみんながね、敵に見えたの。それから日弁連で救済申し込んで再審開始に、今日なったですが、やっぱり56年という年月は尊いものだと思います。今回の高裁の再審開始という判断はすごく大きな意味、励みにもなるんじゃないですか。もちろんですよ。56年戦ってきたですからね、負けるつもりで戦ってるわけじゃないですよ。勝つつもりでやってるんですからね。本当にね、良かったと思っております。ありがとうございます。また再審開始確定した状況ではありませんけれども、今後の裁判に臨むことどんなことでしょうか。確定、即時抗告するかどうかということでしょうが、それはそれでしょうがないね。それは、そういうふうに法律が決まってるから多分するでしょう ね。やっぱりね、でもね、やっぱりね、そのうち 2,3 年で片付くと思います。すごくお二人の仲睦まじい様子といいますか、そういった様子も決定の時からあるわけですが、小川弁護士に伺いたいんですけれども、小川弁護士も涙を流されていた今日の決定の知らせを受けた瞬間だったと思います。どんな心境だったんですか。いや、決定文もらった時には私は当たり前じゃないかと思ってましたけれども、下に降りて皆さんに囲まれて、もうみんながこう喜んでくれるというところで、ついちょっとジーンときましたね。はい、今回の決定に至った理由はどう分析されてますか。初めてですけれども、最高裁から引き継いだというふうに言った方がいいかもしれませんけれども、決定は画期的なものです。どこが画期的かというと、捏造に対して全然こう偏見もなく捉えてくれて、その捏造の可能性でもって全てをちゃんと理解をしてくれたというところが画期的だったと思います。また検察への要望ありましたらお願いしてもいいですか。はい、検察は特別抗告の可能性はもちろんあるんですけれども、論理的には私はできないと思っています。それはもうこの事件は犯行着衣のことを、犯行着衣であることを、御殿入りが犯行着衣であることを言わなければ特別抗告できないわけですけれども、もう何も証拠がないというふうに決定でも言ってますし、実際何もないんですね。ですからもう特別抗告の申し立て自体がもうできないものという私は考えてます。はい、スタジオからもお願いします。はい、スタジオの元谷です。秀子さんにお伺いしたいんですけれども、長年弟さんを支え続けて裁判を戦ってきたのには、お母様への、思いもあったかと思うんですけれども、それをお母様へ今どんなことを報告したいでしょうか。長年戦ってきたのはお母様への思いもあったかと思うんですけれども、今どんなことをお母様に報告したいでしょうか。母親は、大変苦労しましてね、一審から頑張っていたんですが、一審の裁判の判決が出て直後に68歳で亡くなりました。だからその親孝行のつもりで私はやってたんですが、実を言うと岩尾は無実であるということ、無実だからできた、岩尾は無実だからここまでできたと思っております。
秀子さん、スタジオの福島です。その無実を信じ続ける中でですね、ただ今日本人ご本人にはですねまだ伝えていないと、それはご本人の健康状態とかも考慮してだとは思いますけれども、改めてこうどのように今後伝えていかれたいか、今お考えはありますか？弟さんには伝えない理由としては健康上の理由だったりもあるかと思うんですけれども、どのように伝えていかれたいですか？うち帰ったらね、いい結果が出たよ、もう安心しなって前、前もそう言ったんですがね、やっぱりそのぐらいのことは言いたいと思っております。小川先生、1点だけお伺いします。今回ですね、決定文にはですね、捜査機関による可能性が極めて高い、その御殿の衣類をタンクに隠したのは捜査機関による可能性が極めて高いと、かなり踏み込んだ表現だったと思います。ここまで先生想定されてましたでしょうか？いや、最高裁の差し戻し決定が捏造とか、あるいは今おっしゃったようなことは全く触れてなかったので、そこまでは想定してなかったんですけれども、今回は論理的にもう先ほど申し上げたように捏造のことを突き詰めていくと捜査機関というふうに行き着かざるを得ないという意味で、もう本当にそれは論理必然だったというふうに思います。